前半でやっぱりあの展覧会全体のキュレーションとか、うん、まあ意義とかテーマ自体について大きな話をしたので、後半まあせっかく出品作家が5人揃っていることもあるし、まあ個々の作品について語りながら、まあ何か差異とか共通性をちょっと考えていければなと思うんですけど、まず僕がちょっと気になる、皆さん気になるのは、まあ形式の話で、内容については個々それぞれ作家の戦争に対する思いってあると思うんです。それは前半でもちょっと出たような気がするんですが、まあペインティングであるっていう形式の縛りがあったとはいえ、どういうあの、まあ、つまり油絵で描くのか、それともアクリルなのかペンなのかスプレーなのかとか、どういう形式で作るのかっていうことを僕はちょっと考えたんですよね。でそれについて、まあそれぞれ皆さんどういう思考回路があったのかなっていうのが実は気になっていて、はい、例えば僕はさっきもちょっと言ったように、はい、戦争画っていうのは油絵画家がどっちかというと具象で描くものであるという認識があったので、それはちょっと一旦避けたんですね。あのポスターのパロディにして、まあスプレーであったり、まあグラフィティを描くもので、僕がそういう画材を使って描こうというふうには意図しました。で油絵で具象は僕は描けないと思いました。あのなぜなら、油絵で具象でもってドラマチックな絵を描いてしまうということ自体が、非常にその逡巡のないアイロニーや現在性を経由してない表現に思えたからなんですね。なんか変わってないや、だったんですね。という意味で、まあ、具体的に言うとやっぱりこの空間の中で僕はあの彼女の作品、谷原さん、はい、谷原さんと白藤さんの作品がここにいないのに言うのはあれですけど、ちょっと苦手だなと思ったんです。重いってことですか？知らない世代なのにこの重い表現を。違います。あの中身が重いんじゃなくて、形式にあのなんかこう形式においてそういうドラマチックなシーンを非常に高い技術で描いてしまえることへの違和感です。まあ、全体畑さんは畑さんはちょっと違う。なんでだろう。まあいいや、その辺も良い、まあ、特にこのお二方には違和感があって、今日もまあいらっしゃったらぜひ議論したかったくらいですけど、前提への悪口言ってあげちゃ全然ない、疑念のなさみたいな。そうです、そうですか、うん、メタ的なその疑問なく油絵とか、うん、そういうメディウムを使ってるイメージがあるっていうが勝手にあるっていうことが一個ありますね、うんうん、まあ僕はそういう感想を持ちましたんですが、まあ皆さんそれぞれ自分の作品についてとか含めて、でもまずその戦争画っていうもの自体がその油絵で具象でっていうイメージは、うんうん、ある種日本の戦争画 がまず念頭にあってっていう感じなのかなとも思うんですけど、はあはあ、多分海外においてはその限りじゃないかもしれない。日本の戦争画と日本じゃない戦争画っていうのはどういう、なんかタイドキュメンタとかでタイ の, あの大学全体があの戦争画を出してたことがあるんですけど、あれ全部水彩で、しかもクロッキーっぽいんですよ、すごい軽くて、まあ、まあでも素材はでアカデミックなもの、そうそうそう、でも基本はクロッキーなんで、うん、それに全部銃持ってるみたいな、うん、そういうので出しているっていうのが、僕の作品の場合は結構念頭にあるのは、第一次世界大戦前後に起こったその美術の中で の, その戦争へのショックっていうか、その前後でやっぱりそのすごい歪んだ象形を使ったりとか、例えばパウル・クレイが自分 の, あのドローイングを切ってこうわざと切って貼ったりっていうことをしたりとかっていう、その具体的なそのアカデミックな技法と別のなんか切断みたいなのが起こっていて、だから僕はその日本的な泥臭い戦争画以外の戦争画の方 の, その変容にちょっと興味があったっていうか、美術に与えた影響の方に興味があって、だからまあ結構その具象というよりかはもうほぼ非具象的な絵を描いたんですけど、第一次大戦前後っていうのはやっぱり、つまりなんか総力戦を初めて人間が経験して、前線での、その、まあ、従軍画家もあまりにその
ずっと塹壕戦で直接人と人が対峙するような、うん、その戦意高揚画としての戦演奏画がすごく描きにくくなってしまって、うん、でやっぱりすごい精神的ショックも大きかったっていうところで、うん、やっぱり美術の中でもその影響があったと思うんですよ。なるほど、うん、なんかやっぱ基本的には第一次第二次戦争のあたりの、はい、かつ割と日本人アイデンティティみたいなのを持って書かれたのが多いかもと思うんですけど、そうですね、私自身は実はそれ全然意識してなくて、うんうん、人が人を事情を持って殺すってこと、うん、っていうことに割とフォーカスして、それ自体が戦争っていう、そうですね、戦ってそういうことをっていうのはどういうことなのかみたいなことがすごく重要視して書いていて、割となんか第一次世界大戦があったからとか第二次世界大戦があったから それは人間としての考え方なんですけど、から戦争は嫌だっていうふうには私はあんま思ってなくて、単純に人が人を事情があるから消すみたいなのがすごい嫌だっていうことしか割と考えてない。まあ、ちょっと僕はそうですね、さっきも何回か言ってたように、まあ、一つ その政治の運動と美術の運動ってものの差異が、うん、まあ、消滅していってしまう中での、うん、まあ、美術に残された領分としての、うん、そのまあ、一つの集団の文化みたいなものっていうのを、うん、そのできる限り、シンプルに取り出して形にしようと、うん、まあ、僕今回の場合であれば日本っていうものを、うん、の文化の精神みたいなものを取り出して形にしようと、うん、でまあさっき形式って言ってましたけど、うん、まあ一つ絵画っていう形式、固定的な形式、うん、ってことだったんで、まあかなりまあシンプルな形になりました、ね、てなんか僕逆に絵画っていう形式であれば、ものを描いたら、うん、春谷さんの絵では何であれ、戦争と関係してたらもうあまり形式において差異はないんじゃないかなって思っちゃいますけどね。普通になんかちょっと質感が違うくらいだよ。質感が違うね。同じじゃねって思っちゃうんですけど。あ、話を遮って大丈夫ですか。はい、中島君の考えてる違和感が少し分かった、はい、っていうのは、はい、畑さんの絵は、うん、アイロニーだからだと思うんですよ、そのアイロニーのそのなんか濃度が、はいはい、やっぱりそうだね。僕はやっぱりアイロニー自分の作品では必要だと思ってるタイプだから、多分こういうこう、まあ、ハードな具象画を見た時にちょっとこう、なんだろうな、なんだろう、生真面目に見えてしまうところがあるのかなっていう、はいはいはい、なんかアーティストの特性としてマゾヒスティックな部分を出すっていうことがこうアイデンティティじゃないですけど、まあ、キャラクター的にそういうのが入ってくるっていうのがあって、私のとかも割と裸足で歩くとかって結構マゾヒスティックな部分を確実にこう意識して入れていたりして、やっぱりなんか刺されてたりなんかこう裸とか女性みたいなのがアイロニーとかはあんまり考えさせないけど、結構そのサディスティックでマゾヒスティックな、ちょっと言っちゃってる、まあ、そういう性的なね、危なさが嫌なわけではないとは思うんですよね。でもまあ今ウソ君が言ってくれたアイロニーの濃度問題はすごいあるような気がして、自分の中で多分今気づいてきたんですけど、まあ現在戦争がって言った時絶対にベタにやってはいけないという意識は僕の中では強いんですよ。ひねくれ者の人としてはやっぱり、まあ、自分の話で去年かな、一昨年かな、半角半丸木美術館で展示をしたんですが、丸木美術館の丸木夫妻の原爆の図とかっていうのはもうあれは金字塔としてありなんですが、その同時に半角反戦点っていうある種、まあもっと反によってますけど、こういう戦争画的なものに近い、アンデパンダン展がやっていて、そこを見た時に同時に自分の個展をやったんですけど、そのこのままやっちゃダメだなってすごい思ったんですよね。メッセージの部分で反核であり反戦であるっていうのはまあ普通に共感するし自分もそう思うんですけど、この見せ方はいけないと、つまりこれはすごく反であってもそれにすごい、アイロニーがないベタな、まあ当事者性もすごく強い、当事者性も強いでしょうね、年齢も上だし、当事者性が強かったりベタであったりするっていうことは絶対やってはいけない、もっとずらさなければいけないっていう意識があって、その展示をですね、しかし見たことがなくて申し訳ないんですけど、半角反戦点ってどのようなその質
感というか形式の作品が並ぶんですか。すみません、それだけ分かんなくて今。やっぱキャンバスに描いた、まあアンパンなんでも皆さん好きに描いてるんですけど、そういうまあ市民が描いたその反核とか反戦へのイメージを描いたっていう展示が、あの原爆の原爆の図、原爆の図マルキミュージアムで行われてるっていうものなんですね。はい、まあでもだからそこに対してすごく今だって絶対戦争をベタに描いてはいけない戦争であり、もっと言えば反戦もベタに描いたらダメなんじゃないか、なんでダメか分かんないけど面白くないからと思うんですけど、そこのなんか葛藤があって、でもなんかアイロニーが入るってことはそのなんか反省とか批判もこう含まれるっていうことに多分近しいと思うんで、畑さんね、僕は否定的なんですけど、それっていうのはまあアイロニーが効いているのは分かるんですけど、まあそのアイロニーはただこうその一つの画面に収まるはずではない量の記号が一つの画面に入っているってことでしかなくて、その記号はそのままそこにあって、別に間骨脱退されたりしてるわけではないっていうのが、なんかこう美術作品の操作としては甘いんじゃないかなっていうのを、嘘さんの作品もまた同じようなことを僕は感じてしまうところはあります。ただそのいや今思い出せるのポケモン、ポケストップくらいなんですけど申し訳ないけど、そういう歩きスマホとかね、そう、そういうのがその一つそのまんま画面にいて、それがこう何か別のものに転移したりしてないっていうのは、それは美術作品として OK なのかなって思うところある。一方で、まあ、僕は逆に布施君の作品は、そういうアイロニーとかを逡巡した形跡は非常に認められます。それはつまり2回3回書いてはやめ、書いては捨てみたいなことをやったってのを聞いたから、そういう瞬間あったんだろうなとは思うけど、最後に本当に何も書いてないキャンパス、キャンバスを出すってなると、それらのなんか放棄のような気がして、これ思考であり作品として向き合ったり、問題意識の放棄、まあそれも自分の主張だと思うんですけど、逃げにしか見えなくて、それはどうなんだろう。放棄というなんかこう、まあもともとその作ってたのは、まあある写真みたいな油絵を描いたりしたわけですよ。あのフォトリアルってわけじゃなくて、写真をトレースして、まあ色を置いていくみたいな、油絵とかを何枚か描いて、それをまあ一つ複数の木枠の上に、まあコラージュ的にシェイプドキャンバス上に貼り合わせた複数の窓があるような作品を作ってたんですけど、まあそれを僕はただよりシンプルな形にしたっていうだけで逃げたわけではなく、最もシンプルな状態に飛んでしまってああなったっていうだけなんで、放棄したつもりはないですね。なんか、そうな、別に窓の景色は、まあ、さっき言ったようにリアリティがないので、描かない方がいいなっていう結論に立ったかな。みんな描いてくれると思ったんで、みんなが書いてくれる、はい、それは分かるけどね。その中でこの企画でありこのテーマでメンツだからあれを出せたっていうのは絶対あるとは思う。それは うまいなとは思いましたけどね。逆に金利のさっき言ってたその人がさ、そのあれでもって事情でもって人を殺すことっていうテーマにまで拡大してっていうことが、なんかそれもなんかね違和感があってですね、なんかそれで言ったら何でもありになっちゃうんじゃないかっていうか、まあ戦争の解釈のまあその代償の問題だと思うんですけど、例えば、まあ、自分を痛めつけることも戦争であるとか、さっき布施が言ってたような、そういうこの人生が戦争だとかね、思い出すことになって、そっちにやっちゃうと全然それ面白くないんじゃないのっていうのは一個あって、そこまで行っちゃうと、だってそれはアート常にあるものだし、現在映すものっていうか何かを映すアートであれば絶対内包されてるものだから、俺の回答として笹山さんがまあくれたテーマについての回答としては、それをやっちゃったらまあ面白くないんじゃないって思ってました。私反戦点っていうのを出したことあるんですけど、パンダンで多分出したの私ぐらいなのかな、
これ出さなかったね、うん、はい、で、あれアンダーパンダなんで本当に誰でも出せて、うんうん、で私これもこれは結構早くもらってたんですけど、うん、まあ、やめることもできるし出せるっていう意味ではある意味ちょっとアンディパンダン的な、うん、なんかまあ人数が多いとか、うん、私はチャンスだなと思って出してて、うん、私にとっては戦争って結構ネタでしかなくて、うん、なんかそのなんか自分の作っている作品の延長上に必ずそういうその人が人を事情によって殺めるとかいうことが、あったりするので、というか、まあ、人間として生きていて確実にこう衝突するというか自己的に衝突するようなことであるので、その使えるなと思って出したって感じ。でもそれってすごくいいことだなって人間にとって、なんかやっぱ美術家ってその戦争がすごく、戦争画を描けばなんか生きている中ですごくいい絵が描けるとは思ってないし、うまく言えない、なんか分かるよ、なんかうまく言えないのも分かるし、俺もなんで批判してもよかったでもなんかね、違和感はあるんですよ、この空間、皆さんの作品に。自分のことは置いといてね、まあ、自分のことは置いといて自分のことも含めてだけど、だから僕はその自分の作品を振り返って、うん、結構その戦争への飛び石っていうか、ね、飛び石しか作れていないみたいな手合わせみたいなのがあって、で僕の作品っていうのはその、まあ、歩きスマホをテーマにしてるんだけど、それをまずその身近にあるその憂慮すべき社会的問題から始めたかったんですよ。でやっぱりみんなこう歩きながらスマホをする技を習得してしまってるし、はいはい、いくらその国がマナーマナーって言っても、うん、でなんかたまたま僕が見た新聞の記事で、その今難民の人たちっていうのがそのスマートフォンの地図を頼りに、つまりもうほぼほぼもうスマホ1個で頑張ってこう亡命する場所を目指すっていう記事を見て、その本当にこうヒリヒリするようなライフラインとして その充電さえも死活問題 で途中になんか充電を売る人までいるらしいんですよね。そういうそのある意味そのライフラインとしてのスマホと、その都会の中のすごいだらっとした時間の中でのスマホっていうのと、まあ、僕もたまにこう充電がギリギリになって目的地にたどり着けるかみたいな、ね、ちょっとこう自分の中だけで緊急事態になるっていうところがあって、だから その状態でこうそのスマホっていうのをこう飛び石にして、その戦争のとかその難民状態へのリアリティにジャンプできないかなと思ったんですけど、まあ、結構ベタにこう記号を書いてしまったところもあってっていうのがありました、まあ、そうですね、反省もしつつ反省もしつつみたいな。だから今、まあ、やっぱり詩的なものにまずはしがみつく向き合うっていうのは絶対必要だと思って、まあ、僕もまあ渋谷のいつも見る広告っていう、渋谷っていう街とかも含めて詩的なものとして捉えたんですね。そこから詩的なものを経由して、そういうまさに飛び石にして公的なものに行きたかった。で行けたかどうかはまあ分かんないんですけど、でそういった時になんかこう詩的なものの中にとどまっていて公的なものに行こうとしていないなっていう作品が苦手なんです。あ、うん、まあイラストレートしてるような状態ですかね、なんか個人の世界で終わってこれが私の戦争だっていう雰囲気が、それはやっぱり戦争画にもプライベートな面とパブリックな面があると思うんですけど、逆にはその両輪への眼差しがないとこう戦争がにならないんじゃないかっていう気もしていて、戦争の問題って、うん、そのごく私的なことがどんどんパブリックによって侵されたりするようなことでもあるので、うん、はい、美術的にも、なんか普通に公的なものがどんどん潰していくわけじゃないですか。公的なものが、当然あなたが持っている資材は全部国のものです、そうだよね、そういうことを考えると、なんかあ、ごめんなさい、最初なんて言ったパブリックな、これはだから持ってないことが、まあ、ちゃんと言うと政治と文学論争っていうのがあって昔あったんですけど、まあ、共産党側と共産党中心 その要は新日本文学会っていうのと、まあ、近代文学っていう同人誌の人たち
まあ、荒正人とか人たちで、まあ、論争があったんです。政治と文学論争で、新日本文学会共産党側は要はプロレタリア文学的に政治のための作品小説を書くべきだっていう主張なんですね。でそれはあのもちろんそう革命的な思想です。共産党の言う体制的なっていうよりは革命的な思想のものを書くべきだっていうもので、近代文学派はいや違うと、その詩的なものを突き詰めることで公的なものに至るべきなんだっていうロジックだったんですね。だからそこの対立で僕は完全に、近代文学派で、つまり、まあ、要は軍部も公的、今君が言ったように軍部とかもパブリックなものが死を押し付けるわけじゃないですか。で一方で共産党のそういう革命だっていうのもある種大きなパブリックなものが死を押し付けるわけじゃない。で逆にそのむしろ死をちゃんと突き詰めることで公に至るっていうのが僕はベストだと思ってるんです。あの 死だけで終わるんじゃなくて、それだったらあのそれこそ僕が趣味性のような気がしてしまって、死を突き詰める、私性を突き詰めることでなんか公的なものにリーチするような表現が あのこと戦争画とかっていうものを考えるときにずっと頭にあったんですね。だその勝負ができるかできないかっていう問題があって、で死から公に至るのってすごく難しいと思うんですけど、特に今共通前提もないから、なんかそれはもしかしたらアイロニーがなくても可能なのかなと思っていて、まあなんか結構その、まあ、中島さんがあの否定的に取っているものもすごく普遍的な問題だし、すごい自己に言っているからこそ、すっごいありがちな言葉ですけど、結局すごく普遍的に結構これ日本人じゃなくても分かっちゃうっていうか、なんかあの切実な問題みたいなことでやっぱ子供がいて、まあ、産めなかったとかどういう意図があるかは多分鑑賞者次第だと思うんですけど、あと彼女のあの自殺のこととかもこうすごいプライベートじゃないですか。あ、自殺じゃないかもしれないけど、でもその表現の幅としてはすごくこうに私はリーチしてると思うんですよ。とはいえ、その公にリーチしすぎると薄まってしまうわけですから。そうですね、だから公変っていうことが必ずしもそのいいわけじゃないから、別に普遍性にリーチしているだけでそれは、待って、結果だけ言うと美術ではないんじゃないかっていう僕の言葉ではね、感じがあって、それっていうのはまあ、なんだろうな、ハウトゥー本が普遍的なことを言ってるからといって別に文学ではないわけですよ、その普遍的にそのある種の、あんまりハウトゥー本読んだことないから中身の例が出てこなくて申し訳ないけど、でも例えばその子供が死んでしまったということについてハウトゥー本的なノリでそこに対する生き方が書いてあったとして、それはまあ使い勝手がいいとしても、それはその何というんだろうな、美術、あのまあ今は視覚表現にとどまってしまってるけど、文学とか全部入れた上で最初に使われた美術って言葉みたいなものに入るものではないし、別にその子供がお腹の中にいるっていう事実は普遍的だけども、別にそれを、定着させたからって定着させただけではダメで、それをちゃんとそのさっきも言ったけど、その状態を寛骨脱退するなり、もっと別のことに転移させるなり乗り換えるなりしないと、まあ、面白いつまらないのレイヤーで語っていいのかは分からないけれど、つまり美術ってその X たす Y はみたいな公式に当てはめて出てくるものように作ってもつまらないと思うんですよね、そこにだからアイロニーという形か何らかの形で何か謎とかそのジャンプする仕掛けができてるからっていう、で作ることによって何か面白くなってくるとか、まあ、別の想像力とか別の世界とか別の時間に飛んでいくことができるものだから、結構簡単に喋れちゃうからあんまり薄く見えるもん、まあ分かりやすさっていう意味ではだからそうね、まあでも何か死からその、まあ、そのさっきの飛び石みたいなものの難しさを今回俺はみんな抱えてるんじゃないかなと思って。俺も飛び石が難しかったです、それは。飛べてんのか分かんないです。で、やっぱり手挙げてる人いますよ、そこに。
まだ早い。まだ早い。もうちょっと。完全に俺の中で決まってる。いやでもこう。いいですか。はい。なんかその飛び石？うん。あやばい。花田さん、花田さんが飛んだの。いや、飛び石がなんか難しいんですが、飛び石をする石の場がそれぞれあると思うんですけど、それがやっぱり、あまりにそれぞれすぎて、いや、それぞれなんだけど、その地盤がなんかズブズブっていうか、例えば、だからそういう戦後の、戦後の例えば、まあ、戦争画もそうだし、戦後文学もそうだけど、っていうか近代文学とかそうだし、近代絵画もそうだったんですけど、そういう戦後のちゃん戦争という一個共通前提があったと思うんですよ。それに対して戦中は乗ったし、あるいは戦後はそれを批判するという意味でも戦争という共通前提があって、それをベースに議論できたような、あるいは作品を作れたような気がするんですけど、結局今そういうベースがないようなところで作ると必然的にそれぞれ勝手にボール投げてるみたいな、勝手に石投げているような感じになるっていうのがなんか違和感であって、なんか作家の中に一つ的みたいなのがあって、それに向けてこう投げるっていうのは作家の姿勢としてすごい重要というか、私はそれであるべきだと思っているし、それぞれみんなだから的に投げてるんですよ。いやなんか僕はじゃあ的に投げてるけど、その的が的みたいなものに向けて多分みんな投げてて、でそれはもちろん全員してると思うんです、作家として、はい、俺もしてるつもりだし、だその的がなんつうのかな、簡略化されすぎている気がするんですよ。あなるほど。僕のだからポップに見えてしまうというか、そのやっぱ複雑なわけですよ、世界や戦争というものは、であるのにその的ってものを簡略化して、しかも作品にそれを落とし込む中で、かなり簡略化されているせいで、ポップになってしまっていて、そのせいでこうある種の、見た感じの時の、まあ、つまらなさの要因の一つとして、しかも各々簡略化したものがただ並んでいて、僕ここの会場来るの3回目なんですけど、やっぱこう各々が的を絞ってるんで、その一品だとよく分かんないんですよ、横に全く違う的があるんで。ああなるほど。っていうのもあったりして、まあなんかそういうのがこうポップさにつながってんじゃないかなってもちょっと思いました。ポップさというかある種の軽薄さ、軽薄さですかね、踏み込みの浅さのようなところ、やっぱりもうちょっとその戦争っていう錯乱状態に対して、そう、ね、こちらももうちょっと錯乱しておかないといけないみたいな、それはあるかもしれない。錯乱しとくっていうのは具体的にどういう、具体的にはそうですね、的は考えなくちゃいけないと思うんですよ、一つ狙うべき場所っていうのは。なんですけども、例えば作品っていうのは言葉で論理的に喋っていくように作られるわけではないというふうに僕は思っていて、そうですね、例えば僕の場合はカチッとした枠と中に緩く布を貼ろうっていうのは決めてたんですけど、貼ったらその後あそこにスプレーで描こうと思ってたんですよ、本当は、スプレーで描こうと思っていたんですけど、貼った瞬間によくわからないけども、何かの的に当たったって思っちゃったんですよ、今回の展示に関する中での、それで僕は何も書かずに持ってきちゃったんですけど、なんだろうな、そのある錯乱してるっていうのはそういう不確定要素の中で立ち上がってくる感性とかを享受するとかかなって僕の中では思っている。伏せのでもまあフレームの中っていう感じはするけどね、それを錯乱してるとは思わないっていうか感じられなかったけど、錯乱っていうかカチッときたっていう結果カチッときたなって。そうでしょ、まあでもそういう偶然性を大事にしたいみたいな話じゃない、まあそういう話になっちゃいましたなまあそれはやばい、やっぱり難しい、なんかわかんないけど平和な状態があるじゃないですか、で平和の、まあ、大義語はもしかしたら戦争じゃないかもしれないじゃないですか。そうですね、その無秩序かもしれないじゃないですか、だから状態だから平和っていうのは、秩序がある状態が平和で、それに対して大義語を出したら無秩序ですよね。で戦争っていうのは手段ですよね、何か政治的解決のための、だから話し合いで解決できなかったら、まあ、戦うっていう手段になるっていう、なんかだから戦争の反対は多分話し合いですよね、対義語は対義語としては、ね、だから戦争かな、でもいやでもだから僕はだからね、そう戦争って本当にもうない、戦争という国家間戦争っていうのは
なんか私の友達全然死んでる、戦死してるから。いや、もうそれは国家間戦争なんですか。なん、民族間戦争。なんかもっと無秩序が溢れてて、世界に、なんか20世紀的なああいう、だから今さっきもあったけど中国の船がいっぱい来てるとかあるじゃないですか、はい、でも日本対中国で戦争をやるかって絶対しないような気がして、そこのリアリティは逆になくて、リアリティとしてはテロがあると思うっていうくらいかな。まあそうです、そうです。だからテロによって無秩序になって、難民の人が大量発生し、ヨーロッパとかでも日々普通の生活の秩序、平和の中に無秩序がボンボン起こっているっていう、ああいう状態が一番そのまあやばい状態だと思うんですけど、まあでもテロも今テロと言えるくらい、その思想的な動機でテロが起こってるかどうかっていうのはだいぶ怪しくなってきてると思いますけどね、そういうテロリズムという政治的主張、目的のために遂行する何か、もうすごいだから薄まってしまって、無差別殺人になってますよね、まあ、IS とかがやっぱそういう憤りを持った若者とかを集めて、あんまり関係なかったりするもんね、政治的な革命的なものとかは。最初に布施さんが言ってた、あの美術と、もう一つ美術じゃなくて、あ、社会で政治って言ってました。そうです、あ、そうか、政治で、美術がやれることって言ってた、美術界でやる意味って言ってた。いや、まあ、美術と政治が、美術と会場を分けたいんだよね。分けたいっていうか、まあ、だから、まあ、政治が美的な側面を持つのはもうしょうがないと思うんですよ、見られるときに、で、それに対して美術が政治的な側面を持っていったら、まあ、完全に差異がなくなってしまうので、美術は美術の領分ってものを考えないと、あの、存在しなくなってしまうんじゃないかなっていうふうに思ってしまっていて、ってことですかね、さっき。ちょうどだから、それは分かるようはするんですよ、はい、あの、相田誠さんが今ちょうどそういうターンに入っている気がして、さらに政治的なその側面の中で送るスペクタルクルみたいなものがある種なんか芸術に変わるような何かこう、なんか美学的なものに閉じた方がいいと。美学もまだ美術ではないと思ってるんで、美学は美学であって美術ではないんで、そうだな。だからまあさっき的が小さいって言ってたのに対して反対の言葉として桜って言ってたのはちょっと違ってたかもしれないけども、的を絞っていくみたいな、そのなんか論理的に作品作るみたいなのもまたある種その思想的すぎて美術ではないなっていうか、だからそのとか、まあ今宇宙と芸術展であれば宇宙と芸術を境目なく並べることで、まあ芸術の領分を明らかにしようとしてるんだと思うんですけど、でなんかそういう、まあ、果てしない相対化を繰り返すしかなくて、って感じですかね。で今回であれば政治と美術っていうのがあるから、ってことの中で、まあ、悪い形になったな。なんだっけ、何を言ってたんですか。まあ、なんて言ってたんですか。あ、そんな感じです、はい、そんな感じで音出してきます。そんな感じ。え、大丈夫ですか。あ、いや、私がどういうことを言ってたのか、はい、ちゃんと見砕けてなかったから、一度聞いた。まあ、全然話変わるんですけど、はい、貸してください。あ、いや、すいません。やっぱり理想的な戦争画のイメージが一個ありまして、現在戦争画の、はい、映画なんですけど、ノビってあったじゃないですか。ノビ、あの大岡昌平原作で塚本慎也が鉄道の慎也を監督したノビがすごく現在戦争画なんじゃないかなと俺は思いまして、あの映画はまあ、低予算っていうこともあったんですけど、すごくなんだろう、身近な本当カメラ絵しかないんですよ、その子であり、で例えば銃撃される時とかも、例えば空撮とか戦闘機がバーンとかは一切描かれないで、もうその主人公とかが目の前でバババババっていきなり人が撃たれて、うわってなって、こうつまり錯乱してる状況しか描かれないみたいな、で全然挙手的じゃないっていうのがあって、それなんかがすごくヒリヒリしたんですね。でもやっぱり人が死ぬシーンが入ってこないとダメですか。いや、死んだかどうかというよりは、そういう過激なシーンというか、いや、あの、そういうなんかあの過激であったり、まあエクストリームなシーンがあったからってことではなくて、もっと常にそういう緊張感が流れてるんですよ、つまりこいつはに殺されるかもしれないし、後ろからいつ撃たれるか分かんないみたいな、そういう緊張感があって、
で僕実際渋谷で映画見終わった後街に出たら PTSD みたいな気持ちになってすごく怖かったんですよね。どこから撃たれるか分かんないみたいな疑似体験になってずっと震えが止まらなかったんですけど、なんかそういうのが一つ俺の中では、すごく詩的なものから怖いものにつながってるようなイメージが。あのフルメタルジャケットっていう映画わかります？はい、見ましたね。あれと、どう、その僕は今のその映画知らなくて、はい、ちょっと今パッと聞いた話だと、はい、まだそれだったらもっとその要素を絞り込んだフルメタルジャケットの方が、うんうん、より現代っぽいかなとかって感じたんですけど、はいはい、あれはもうベトナム戦争のそうですね。でジャングルとか一切、うん、ジャングルでの戦闘シーンとか描いてなくて、うんうんうん、もうずっとその兵士の内面性を淡々と描くみたいな、うんはいはいはい、方が、うん、そう、まあでもフルメタルジャケットとも、うん、でも多分ある種近い、うん、あの方向性だと思います。そんなにまあ死ぬシーンとかじゃなくて、うん、それも主人公がほぼ精神がおかしくなっていって、うん、あのその島をずっとさまよい続けるとかっていうシーンが非常に重要なんですけど、なんかそういう一方で僕さっきシン・ゴジラを見てきたんですけど、はい、面白かったんです。非常に面白かったんですが、やっぱりすごくそういう意味でとにかく公的なものから描いているっていう感じがして、そこまでハマれなかったんですね。そのやっぱり全部がこうこうこうで死が見えない。でゴジラもまあ簡単に言ったらまあ震災のメタファーとか、 なんか天災的なもののメタファーとかっていうことなのかもしれないんですけど、あれは戦争を描いてないけど、逆にその戦闘機とか街とかはすごくリアルなんだけど非常にフィクショナルに見えちゃうというか、なんかちょっと考え方がなんだろう、ちょっと前年代的っていうか、そのアシンゴジラ最後は土木が勝つぜみたいな映画でもあるじゃないですか。なるほど、うん、そうだね、まあ、なんていうのかな、うん、でもあれはその僕はまあかなり安野さんが好きなんで、うん、変に読み込んでしまったけども、うん、鎌倉で上陸するわけじゃないですか、はい、鎌倉で、まあ、ネタバレがありますよネタバレしますけど、うん、はい、でまあ鎌倉って安野さんが住んでるんですよ。あ、実際に。なるほど。でも安野さんが住んでる家から、まあ、東京へ霞が関、まあ、つまり皇居に向かって歩いてるんですよ。あ、僕の考えではね、ゴジラっていうのは、うんうん、で震災のメタファーが皇居に向かって安野さんの家から歩いてるんですよ、うんうん、でそれので皇居の周りっていうのは、まあ、鉄道が張り巡らされてるわけですよ、うん、でその鉄道というものがゴジラにぶつけられるわけだし、そうね、あの在来線あんまり言うとでもよくないんじゃないのかやばい、これやばい、聞きたくない人いますか？いや、いると思うんだよ、ね、すぎる。いや、でもいや、まあ、在来線爆弾は面白かった。いや、面白かった、面白かった。そういう意味で、あの映画は、まあ、戦争を描いてるとかではなくて、はいはい、あるそのまあ戦争を描いてない、戦争を描いてるとか、社会を、問題を描いてるというよりかはあるその的を絞りようがない我々っていうのを描いてるというか、うん、まあ、皇居の周りをくるくると回る我々、まあ、それはバルトが言ったような、そこはバルト的な話だからね、ズバリ聞いてしまうかな、最近バルト読んだからいいな、中心的なぐるぐる回る、まあ、山手線がぐるぐる回っているみたいな、まあ、そういう映画なんじゃないかなって。なるほどね、まあそう、まあ逆にゴジラは、はい、すみません、ゴジラの話しちゃった。いや、俺もごめん、俺がしだしたから、はい、あの震災でしょ、はい、やっぱり震災ベースだなとは思ったんだけど、震災というのが現在一番機能的な共通前提だろうっていうのは間違いないと思った、うんうんうん、なるほど、やっぱりまあ当時かつてそういう戦後美術とか戦後文学、近代文学とかやってきた、なんていうか全体性を描くような仕事、うん、で対戦ベースだったり、あの原爆体験であったりっていうのが国民の共通前提としてあったから価値があった気がする、価値があったというか力を持ってた気がして、なんかでそういう今それに代替するような悲劇っていうのは震災なんだなっていうのは改めて感じて、しかし震災は、うん、その僕はゴジラで再確認したこととしてあるのは、うん、まあ、今の話の流れでいくと震災は虚無であるって話なわけですよ、うん、
あの、うん、震災のメタファーであるゴジラが、うんうん、虚無を目指しているってことは天皇っていうね、なるほど、つまりそれはまあ虚無であるっていう、でそれはでもやっぱり戦争の景色、原爆が落ちた場所を村上隆がスーパーフラットみたいだって言ってましたけど、うんうんうん、じゃあ震災で津波で洗い流した場所はスーパーフラットなのかっていうと、うん、そう、あ、洗い流せきれなかったっていう印象しかないというか、そのゼロに戻れなかったっていう感じがするっていうか、そういう意味でその立脚点になり得ないっていうその虚無感っていうのがリアルなんじゃないかなと思ってしまう。だからそのどうし、つまりどうしようもないっていうか、まあ結局全然ゼロにはならなかったよ、ゼロにはならなかったっ、全然ゼロにならなかった。今はまあこう超堤防とかスーパー堤防みたいなの作ったりして、はい、あの土木でまたなんとかなるような気がするみたいな動きをとりあえずしているわけだけど、そういう意味でこう、ま、やっぱりそういう意味で的をね、そういう場所に絞ることはできないなとは思いますね、共通の前提っていうふうに言って、まあ、戦争との比較で言うと、まあね、あの震災はどちらかというとその繰り返し押し寄せるものじゃないですか、うんうん、だから人為的なまた戦争とちょっと、まあね、違う例災と震災はあるけどね、うん、なんかさ、いいですか。さっきから聞いてたらちょっとリーさんの声が聞こえなくて寂しいなと。はい、え、そんな、うん、そんなことちょっとなんかリーさんの意見を聞きたいな。どうですか、意見。意見とは何か、うん、どうでしたか今回の展覧会さん。聞きたいだけじゃん。すっげえ個人的な、いや、なんかあんまりちょっと喋ってないな。難しいよね。何その態度。今回の展示の感想みたいだってことですかね。うん、あの、なんでもいいんですけど、うん、今喋っていてどうかなみたいな、担任の先生みたいですね。今全然シン・ゴジラとか映画の話にあの、いや、あのね、リーさんはその特攻隊という存在に対してどういうふうに考えてます、はい、特攻隊という、ね、あのかつてそういう人たちがそういう、日本を命を捨ててまで守ったっていうことですけど、そういうことが実際あったっていうことに関してリーさん自身どういうふうに思ってるのかなと思って。私は特攻に対して語る資格とか権利が自分にはないと思ってて、権利でも権利はない、あの私は、うん、まあ語ることはできないと思ってるんですよ。ゼロ戦を使ってるんですけど、うん、うん、でも特攻隊の問題って僕の中でも本当に未だにどういうふうに解釈してどう考えればいいのかっていまだに僕も全く手がかりがつかめないぐらいのこと問題なんですよ。で、これだけ、まあ、ある意味あからさまに特攻、戦闘機を書いてしまった、リーさんっていうののその気持ちってすごくなんかちょっと興味があったんですけど、はい、飛行機を使ったのは結構個人的な体験っていうのが着想が元にあって、はい、去年の夏にそれがちょっと自分の作品の話に急に飛んじゃってる、あ、飛んじゃうんですけど、すいません、はい、なんか去年の夏にそのドイツに行ったんですけど、パスポートじゃないんですよね、在日の場合再入国許可証っていうやつで、うん、で、海外にいてもう一回こう日本に入国する許可証、再入国する許可証 でそれと北朝鮮のパスポートとなんか飛行機のチケットでなんかこう手違いがあって搭乗拒否になっちゃって、その、韓国だと D の表記が LEE なんですけど、北朝鮮だと RI なんですよ、うん、で朝鮮台で作ったらなんか自動的に RI になっちゃってて、うん、LEE で作ってたんでなんかスペルが違うってなっちゃって、うん、でそれ成田か羽田で搭乗拒否でそれでこう急遽次の日に別のチケットを取って無理やり行ったんですけど、それが結構こう無理やり取ったんです。すごいなんか変な航路であのベイジンに行ってそのアブダビっていう国に行
ってベルリンとか、はい、でそこの要所要所の空港でやっぱり再入国許可証なんて全く初めて見るから何これって言われるんだけ ど英語もわからないし説明どうしようって感じで、その体験が結構強かったんですよね。うーん、そのでまあ、乗ってたのはジャンボ旅客機だったんですけど、なんだろうな、その結構日本社会を離れて海外に行くっていうのは初めてだったんで、そこでなんか国籍だとか所属だとか、なんか最近のあれだと右とか左とかそういうカテゴライズみたいな被害者加害者とかそういうなんか枠組みを全部飛び越えて抜け出せるようななんか幻想がちょっと多分あったんですけど、なんか実際こう飛行機を使ってグローバルにあのまあ時代的にも国家とか土地を越えていけると思っていたのに、やっぱりそう出自であるとか土地であるとかっていうものによってそれがうまくいかなかったような感じですか。齟齬が起きてしまったというか、なんかそれでこうそうですね、なんか飛行機のその体験がちょっとまずはあって、でゼロ戦をそれで使ったのは、もうなんかその所属だとかを全部自分がゼロ戦に乗ってる光景っていうのはありえないことで、やっぱ朝鮮台の展示した時のあれとかからしたら被害者と加害者の位置がこうごっちゃになってる。でもあえてそういうふうにいろんな境界線がなんか、そこは設計図とその体のちょっと構造がこう溶け合うような絵になってますよね。あれそうですね、なんか大まかにはそんな感じで書いたんですけど、中島くん、はい、あの、まあ、そうそう時間も時間なのでの時間は質疑応答というかね、質問タイムみたいな感じでちょっとどうでしょう、はい、お客様からのちょっとね、いろいろご意見なんか聞きたいなと思ってます。はい、わかりました。じゃあ話は終わりということで、っていうかまあ ここの中で一旦まあ今話してて、まあ、全然まとまっちゃいないんですけど、まあ話し残したことはないですか。なんか作品の説明ちょっと補足したいとかあります？ステートメントもねもちろん出してもらってるけど、もう少し言葉で補足したい人とかいれば全然言ってもらってもいいし、この場で。ラッキーだったなと思ったのは、僕もあれなんか iPhone のイメージっていうか iPhone の画面のアスペクト比のイメージがあったんですよ。だから人さんの正面向かい縦長って、あ、そうなんだ、あ、そうだ、あの iPhone じゃないよ、人さんの正面はちょっといいなって思いました、ね、それはあの僕が思ったりしました。僕、B さんに質問なんですが、はい、あえて骨組みだけを描いたっていうのはなんかあるんですか。今なんか現在進行中で空の例えば色とか塗ってたんですけど、あれは最終的に例えばもっと塗っていきたいっていうのもある。あれはもう終わってて、あ、完成なんこれで完成って言えないんですけど、飛行機を骨組みにしたのは、なんか思いついた時から骨組みっていうのは決まってたんですけど、結構あれがなんか共同体とかそういうものの代わりなのかな、なんかイメージになってて、共同体、共同体ですかね、国家とか、なんか枠組みとしての、でそれがなんかプライベートとパブリックで、でならそのパブリックの方のなんかイメージで、で、あれ走行はゼロ戦、あの日の丸とかが書いてあるんですけど、なんかそれは使わずになんか枠組みだけ使いたくてとか、ちょっとあんまりよくわかんないんですよ。あんまり好きじゃない、好きじゃないとか。じゃあ質疑応答に開きます、どうぞ。西さんに聞きたかったんですけど、ゼロ戦の設計者の森越二郎さんっていうのは、はい、なんかまあ風立ちぬも結構有名だけど、あの風立ちぬはなんで、まあ、主人公森越二郎なのかっていうと、彼は、まあ、堀達夫はその後、まあ、ナポコの後を手配で死んじゃうんですけど、プレゼンティが死んじゃうんですけど、
堀越二郎の場合は、まあ、日本の空を最初に取り戻した男、YS11 っていう民間輸送機を最初に作って日本の空を最初に取り戻した男として、あの僕は結構記憶してるというか強く思ってるんですけど、そういう、まあ、なんだろうな、民族のアイデンティティだとか自分が何者なのかっていう問いを非常に良質にできる立場にある李さんが、うん、その、まあ、堀越二郎、日本の空を取り戻した、まあ、日本の英雄の作った日本の、まあ、罪悪そのものであるゼロ戦っていうふうに僕は思って、まあ、残虐な歴史の象徴としてのゼロ戦を、あの、まあ、北朝鮮人の人が書いたっていうのに結構違和感というか祖母を覚えていて、それはどういうふうに、まあ、作りなさったのか、まあ、なんと堀越二郎の話を知らなかったらそれまでなんですけど、でもここまで完成の深い絵に、なんだろう、何らかの祖母の焦点が込められているような気がして、それを聞きたかったです。そうですね、さっきもちょっと言ったかもなんですけど、なんか被害者とか加害者とかで言うと、在日朝鮮人我々は被害者であるっていうのをその言われたんですけど、実際これ書いた時にもっと自主性を持てみたいなことを言われて、でもなんかその自主性ってすごい偽物というか、偽物とまでは言わないけど、もうこの世代に来たらすごい作られたものじゃないですか。だから結構そういうつもりで、なんだろうな、それをあえてこう被害者と加害者をクロスオーバーさせる、もうなんかそこで別にドイツの戦闘機を使うとかそういう発想はなくて、ゼロ戦だろうなと思ってたし、で、そうですね、堀越二郎が悪というのは、まあ、でもゼロ戦っていうのは形態としてすごく美しいとは思ってました。なんで、他の、はい、他の方で。はい、よろしいでしょうか。はじめまして、武蔵野美術大学油絵学科2年の松田優斗と申します。笹山さんに質問がありますのでよろしいでしょうか。はい、どうぞ。なんかこの全体の作品もっと顔見せて、顔見せて、はい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 、全体の作品を見ていたり、あと最近の戦争家のツイートとかを見ていて気になっていたのですが、はい、はい、そのなぜ中国とかがじゃんじゃん来ていてリアリティがないのっていうすごい疑問を持っていらっしゃったじゃないですか。はい、そうだな、それで最近の政治が結構グダグダだったなっていうのを見てて、というか社会全体としてのその諦めというのかが蔓延していると思っているのですが、はい、でもそれでもそのなんだろうな、最終的に回っていくような感じ、期待感じゃないですけど安心があるような気がしていて、それをなんかそのこの展示ではいろんなアンデパンダン的というかいろんな、はい、いろんな作品があるという中でそれを批判、はい、批判するような作品を集めなかった理由とかありますか。アンデパンダン的な、アンデパンダン的というか、いろんな表現がある、はいはい、それを批判する作品、あ、はい、そうですね、何だろうな、はい、その社会批判じゃないですけども、はい、つまりなんか危機感を共有した作品を集めなかったのかみたいなことですかね。あ、それはね、あのね、それはね、ごめんなさい、言いますけども、結果論でありまして、はい、この展覧会は基本的にはちょっと豊泉さんの場合はもうすでに作られた作品を出していただく、形になってしまったんですけれども、はい、基本的には新作を書いてくださいと、今のあなた方の気持ちですね、あなた方の気持ちを形にしてくださいということが非常に大事だったので、蓋を開けてみるまで実は私自身もどういったものが出てくるかわからない状態だったんですよ。だからもともと作品ありきで私が選んだわけではないっていうところがちょっと結果的にこうなったとかね、まだ書いてる人いるぐらいなんで、
なんだろうな、ちょっとツイッターとかを見ていて、うん、その結構高いレベルでの思考になる、思考するような作品が、集まるなという、はい、予想とかはしていたというか、していたのですが、はい、なんだろう、どういうものが見たかったっていうのありますじゃあ、はい、はい、うん、そうですね、その社会のこのグダグダ感みたいなのをなんか批判するような作品があってもよかったんじゃないかな、はい、ああなるほどなるほど、もうそのままグダグダで出しちゃうみたいな、はい、そうですね、ああまあ確かにね、ちょっと真面目に考えすぎみたいな、はい、布施さんがそのまま出すのは美術としていかがかみたいなのは言っていたんですけども、うん、はい、いろんな考え方があるという、っていうんだったらそのグダグダ感みたいなのもあったような作品があればよかったんじゃないかなと個人的に思います。ああなるほどね、あのね、さっきね、あの僕ツイッター見ながらちょっとこれ見てるんですけど、あずくんがね、ちょっと近い話を今してましてね、もう戦争なんかどうでもいいじゃんっていう件があってもいいんじゃないのみたいな、うん、極端に言えばね、確かにそういうことも、うん、考えられるなと今ご意見いただいて私も思います。はい、ありがとうございました。他にご質問があれば、はい、じゃあ桜子さん、はい、言っちゃった、山本桜子と言います。シンパシーソフトっていうところで私は書かされる方じゃなくて戦争家を書かせる方の目線で見てみようと思って見てみたんですけれども、もともとの戦争家ってすごくコスパ悪いと自分は多分私すごいレベル低い質問するんですけど、多分もともとの戦争があってすごくコスパ悪いと思って、でわざわざ油絵の具を配給して、それでわざわざ腕の立つ人を従軍させてデッサンさせて絵描かせて、でそれ見た人がそんなに繊維高揚するかって言ったらしないかもしれなくて、じゃあそれ写真でいいじゃんって私ちょっと思ったんですけれども、写真は多分写っちゃいけないものがいっぱい写っちゃうから、それでわざわざ絵にしたのかなっていうふうに思ったんですけど、じゃあ今の場合フォトショップの技術とか合成写真いっぱいできるので、それこそもう今は絵を描く意味、絵を捨てる戦争が描かせたいと思った時に絵を描かせる意味だっていうのはない。あれですよね、IS がなんか自分たちをプロモーションするビデオを作ってて、それはね、なんか自分たちで作ってるんじゃなくて、なんかフランスの映像アーティストに頼んで、すごくクオリティの高いアートとして の, なんかその、ね、強度もあるようなものを作ってるって話は確かに聞いたこともあるので、おっしゃってることすごくよくわかります。まあ、思うのは今の話で、まあ、なんで当時写真じゃなくてやっぱり絵画、しかも油彩で描こうとしたかっていうのは明らかに歴史化させたかったんじゃないかなと思って、残るメディアだからね、絵画は、うん、絵画っていうものでしかも劇的に描くことで勇ましく描けるし、ナポレオンじゃないけれどもやっぱりそれによって歴史的に後世から見た時この戦いは偉大であった、だ嘘も書けますからね、絵画って。そうです、だから、まあ、写真と違って嘘も書けるし、リアリズムじゃなくてやっぱりフィクションを入れているわけで、そういう意味で、まあ、都合のいいメディアだったんだろうとは思うんですね、うん、じゃあその上で、まあ、現在でそうし絵画にする意味っていうのは確かにどうなんだろう、今油絵があるいはキャンバスに描いたものが歴史化するのにからとか残るからっていう風には全然一概に思えないですよね。皆さんどうですかその辺は。特に画家の方どうかな、小泉さんとかどうですか。確かにその戦争画って今言われて残ってるものってまあ単純に絵を描くっていう行為は私的な行為だと思うんですよ、うん、だけど戦争画っていうジャンルに関しては国が依頼しているわけじゃないですか、うんうんうん、で美術において国が画家に絵を描かせるっていうことは残念ながらその時しかないような気がするんですよね、はいはいはい、だからなんかさっきも江都市の話が結構出てましたけど、その江から始まってるんですよ戦争画って言われるものって、うんうん、だから今僕らが戦争画って言われてしか始まっても絶対並ばないような気もするし、うん、なるほど、もう答えになってないです。でも確かに油彩で、まあ、絵画であるって言っても、うん、戦争が、まあ、明らかにこうからで、僕らが今回やったのはさっき言ってたけど、まあ、
私的にどうしようかっていうとこから多分行こうとしたんですよね。で飛び石の話とかになったと思うんですけど、うん、そういう意味でまあ現在戦争側であってやっぱり戦争側を書かされているのとは違う、むしろ真反対の立場から戦争画的なものを書こうとしたのかなとか思います、ね。まあ、現在っていうそのね、うん、現在って言葉最初に2文字、うん、その味噌が、うん、味噌が詰まっている、はい、うん、それにいやだから答えですけど、はい、じゃあ下に入った、でも多分飲み会への振りとして話させてください、ね、はい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 。で僕春也君が言ったやつって、はい、すっごい戦後的なの、うん、春也君が言ったことって、うん、でこれあの戦争と文学論争だっけ、政治と文学論争っていうのは、はい、美術界ではリアリズム論争っていうのがあって、はいはい、戦後すぐにね、うん、それは20世紀とかも関わってるから、はいはい、その直接関わってるんだけど、うん、っていうのがあったんだけど、夜の会とか、そう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 、うん、で、僕今回ね見てて思ったんだけど、多分ね戦争画ってねどうやって描くかっていうと風景画として描くのが正しいんだよ、うん、でなんでかっていうと、うん、これまでのこれまでの戦争の歴史を考えてくるとね、ほとんどね群衆のような風景として描かれてるのね、うんうんうん、でなんでなのかなと思うと、戦争ってね個人的なものっていうようなね、うん、リアリティじゃなくて、うん、むしろ現実界みたいなものね、羅漢的に言うとだけみたいな、うんうん、として現れるの、つまり到達できないんだよね、うんうん、だから現実って把握できるようなものじゃない、ある種の崇高なもの、それ超越的と言ってもいい、うんうん、それ多分現実界って言えばいいと思うのね、でものとして現れる。ただその春也くんはある種の共存段階、うん、共存関係として捉えようとしてるんだよ、うん、つまりこっちの子がそれ体に個人的な風景画論と一緒なんだけどね、うん、っていうふうにちょっとこれ風景、ね、風景の発見、まあ、パーッと、うん、そうそう風景の発見っていう話なんだけど、うん、つまりこう個人を確立させるために、うん、絵を描くと、あるいは風景を描くっていうふうに戦後は思うんだけれども、っていうのがまあ戦後の唐谷とかの捉え方ですね、栗木だとじゃないんだよ、うん、じゃなくて、うん、藤田とかね、うん、当時のあの戦争があってさ、うん、彼らのスタイルとは全く違うものなの、うん、でリアリズムなんだけれども、あれリアリティとしてはバーストが狂ってるし、うん、おかしいのよ、うん、だけどもそういう圧倒的な風景として現れるというのは多分戦争なんだよね、うん、だから多分ね今回例えばね、俺谷原さんの作品とかいいと思うんだけど、うんうんうん、でもやっぱあれ戦争画っていうのはねかなりためらいがあるわけ、うんうんうん、じゃなくてやっぱりね俺ね風景を描いたものが正しいんだろうっていう気がした、うんうん、今回の見ていて、うんうん、だから実はその凛太郎のやつとか俺は否定的だったんだけども、あれ風景として見たらいいんだよね、うん、で李さんのやつもさ、その個人が確かに間に入ってるんだけども、うんうん、やっぱり風景として描かれるのよ、うんうん、だからその戦争というものが、うん、子として戦争を見るみたいな春也君の立場っていうのは分かるんだけれども、それはアイロニーにしかやっぱりならない、うんうんうん、つまりアイロニカルな個人の規定のレベルでしかなくて、本当の戦争というものは圧倒的な現実界として現れるものとして捉えた風景画が俺は正しいっていう気がしたんだよ。だから個人の描いてる人いるんだけど、それはそれで僕すごく切実な問題だと思ったわけ、うんうん、なんだけれども戦争画に見えないのは、うん、多分個というものを置いた、つまり風景のような超越的なものとして初めて戦争が現れるっていうふうに捉えないと、うん、多分ダメなんだよ、うん、多分なるほど、うん、っていうふうに思ったね、ま、ダメとかいいかはよくわからない、ダメっていうか、そういうものが正解があるかないか、正解っていうよりも戦争画とは、うん、戦争画として定義すると、そう、うん、定義すると戦争画とは違うものになっていくんじゃないかと、うん、もっとずれたもの、政治とは言えるんだけど、そうですね、政治的とは言えるんだけれども、はい、戦争とは言えない、うん、だ戦争を描く場合は風景が見えた時に、だから俺実はウソ君のやつも風景が見えてるんだと思う、つまりそれ風景なんだよ、まあなんか風景的には捉えてはいます、だからこういう風景、うん、この中に風景を見るわけじゃん、はいはい、まあ表面なので、うん、でそれはやっぱりかなりリアリティがあるなっていう感じはしたんだよ、うん、例えばね、まあそうですね、僕もまあどうなんだろう、まあ、だからやっぱり今回はでも現在戦争がっていう、その現在っていう二文字がついたことによって、僕はその近代を超えてやっぱり現代の問題として考えたいっていうところはあったんですよね、まあそうね、超えることだから、まあ、これはまあ納得詩的にまあものを突き詰めることでこうに至るっていうのは、今サラスさんが言ったような風景に至りたかったのかもしれないですね。でも風景を風景として描いたら、いわゆる近代戦争画になるであろうと、
現在そういう風景はないんであれば、詩的なものから風景を描くべきなんじゃないかっていうのは思ったんですよね。だからそれすごくわかるんだよ、うん、だから春谷君は、うん、その俺書いたけど、うん、やっぱりあの立場がアクティビストなんだよね、うん、だからやっぱアートアクティビストみたいな人で、あのそれってやっぱりその政治的なアクティビスリズムになっていくと思う、うん、なんだけど俺はそれは肯定するけれども、うん、しかしその戦争画という、まあ、今は大変分かりにくくなるよね、うん、というのは単純にそれはシールズとか、うん、その在特化、まあ、さっきその辺とまあ近くなってくるそういうものと なってしまうっていう、うん、だからそこがすらも何重にもアイロニーが生まれてしまうというか、うん、だから結局分かりにくくなって、うん、トランプ一発みたいなさ、はいはいはい、そうですね、まあ、分かりやすいとりあえず離脱しようぜみたいなことに、うん、な方向に巻き込まれざるを得ないと思うな、うん、個人の方向に行くと、うん、だからなんか風景の中にをどう見るかっていうことの方がよりリアルなんじゃないかな、まあ、表彰としては自分の作品だったら都市論であり、都市論っていうかな、渋谷だからやっぱ都市論風景論の自分のテーマで書こうっていうのは直感したんですけどね。そう、うん、なんか中島さんの結構ちょっと触れたかったなと思ったんですけど、うんうんうん、やっぱこれ広告じゃないですか。そうですね、広告を元にしてて、うん、でやっぱ戦争があって基本は広告っていうのが私の頭の中にあるんですけど、そうだね、プロパガンダだね、うんうん、ということを考えると結構みんなこの文字とか載せると割と広告になれる人が多くて、うん、だからポップって言ってるのかって思うんですけど、うんうん、で広告っていうキーワードデザイン的とかね、デザイン、うん、あと一つ思うのはですね、僕は風景っていうのはまあ日本的ってものがあればですけど、日本的なものじゃないと思うんですよ、うん、やっぱり、西洋由来のもので、で油とか入ってきて初めて純粋な風景画っていうのが描かれるようになったと思うんですよね。それ以前の富岳三十六景とかっていうのは風景画っていうふうには、まあ、富士山とか手前に写ってる人とかっていうのはあまりにも強くて、風景ってよりかはそういうものを描いているようにしか見えない。あれ見てないものが多いしね。そう、見てないものが多いし、でそういう意味 でやっぱ戦争側のファースがちぐはぐしているのもそうだし、やっぱ日本人には風景画は合わないのではないかって気持ちがあって一つ、あのね、俺こういうふうにじゃあちょっと答えたいんだけどね、うん、今ねさっきねラカンの話だけどね、うん、あのね戦争的なものの象徴界を置くのがね、この国は難しいんだと思う俺、うん、つまりね、うん、言葉で表彰するような希望的何かの希望によって、うん、つまり風景との間に、風景が超越性だとしてね、現実界だとしてね、うん、間にあの象徴界ね、要するに窓って言ってもいいや、美術だったら、うん、っていうものをね置くのが難しいんだと思うんだよ。だからね、どんな希望を持ってきてもそれはね個人的なものにしかなりえないの、うん、なるほど、無言に通じるね窓っていうものが、うん、すんげえ置きにくいんだと思うよ、この、うん、でそれはただ創造的なものの方には引っ張れるの、うんうん、だからそのあの誰でもいいや、天橋立とかでもいいや、うん、でねああいうのってやっぱり、ね、創造界なんだよ、わ、うん、かる、あれ想像で作ってるじゃない、うん、こういうふうにビューッとこう見て、うん、上から見るみたいな、だから多分ね象徴的なものという意味でやるとすごく難しいの。だから確かにねそのあの文字とか入れるっていうのはそういうことだと思う、つまり、ね、象徴が欲しくなるんです、象徴が、だから、ね、希望性の方に引っ張られちゃう場合があるので、うん、やっぱり日本でその詩的なものはうまいんですよね、詩小説とかが異常に発達するんだけど、歴史的なものとか大きな物語みたいなものはずっとあの描けないと、描いてもキッチュになってしまうっていう、なんかあの浦島太郎図とかさ、なんつったっけ、画家のなんとか、はい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 、ヤニハみたいな人とかの、ああいうのもすごい大きな神話とかを描こうとしても、うん、キッチュになっちゃう、うん、まあそのねじれ自体はそのリアリティがある問題だなとは思うんですけどね。だからまあ戦争画っていうのも、まあ藤田の圧倒玉砕とかもやっぱり変な崇高なもののような、でもなんかこう卑俗なもののようなねじれがずっとあって、うんうん、まあそういうねじれが出せればいい、現在でもなんか一つなんかフックにはなると思うんですけど、でもやっぱ戦争見ないと戦争家は描けないんだね、基本は。それはそうです。そうかな、無理、まあね、それ違う、いや、うん、どうだろう、
圧倒的なリアリティでしょ、戦争見てきた人は。まあね、当事者性でもって描けるっていうのはあると思うんですけど。そうなんだよね、だって当事者性って言いたくないね。うん、さあちょっと頭がもっとした頃で、じゃあ、はい、あ、すいません、はい、なんか超空気読めない感じで感想言っていいですか。あ、どうぞ。あ、なんか初日に来たんですけど、なんかその個々の作品の良し悪しは一旦置いといて、うん、でまあ、個人的にはこの作品上位なんとか、あれなんかよくわかんないなとかいろいろあるんですけど、うん、その入った瞬間になんかこう公民館かなみたいな思ったんですよ、うん、なんか岡村と的な感じがして、うん、でもうそれで興味失せちゃったんですよ、うん、全体に対して興味失せちゃって、うん、なんか岡村とってやっぱり、うん、おかんがアートしてっていうのはすごい自己発言で、それこそなんか春也が言ってる方、うん、詩的な話だから、うん、そればっかりみたいに、うん、そう作品がじゃなくて空間として、うん、で超岡村と的で統制が取れてないなって言って、空間とかその全体に対してそういうなんか違和感を感じてしまって、うん、正直つまんねえなって思って、うん、まあその春也が言ってる、それやっぱ俺が言ったアンパン、うん、アンデパンダント的っていう形式問題だと思うよ、うん、っていうのが、うん、まあ春也が言い出して、うん、あ、春也が言ってる違和感こういうことなんだなっていうふうにちょっと、うん、まあ昨日知ったからこういう議論が来てるって、それき知って、うん、でなんかまあ結論言うとこの、うん、現在戦争が点、うん、だからごめんなさい、点だったな、現在戦争が点、はい、現在戦争が点を主にして、うん、まあなんかオカンドみたいでつまんねえなと思ってもマジ興味がなくて、うん、でなんか、まあ、正直クソだなと思ってしまって、その全体として、うん、それでまあ興味がなかったんだけど、まあ、ハレはこうやって違和感っていうのを口に出したことによって、うん、あ、この展覧会は、まあ、結果としてはそのなんか議論が生まれる展覧会って私はいいと思ってて、最近で言うと規制の選挙とかもそうだし、うん、その内容よしよしなんて空間が何かを生むっていう展覧会がいいと思ってて、うん、だからまあこの展覧会私はクソだと思ったんだけど、ハレが声出したことによって、うん、ちょっと良くなったかなって、ちょっと嬉しいなって思います。ありがとうございます。褒められちゃった、はい、まあ、かなり意識的に仕掛けたんでね、僕もなんかモヤモヤしてて、このまま流れそうだなと思ったんですよ、展示自体が。でもちろん新聞に取材とかされてるけど、なんかね、入場者数も来てるけど、なんか反応がみんな薄い気がして、なんか流れていくだろうという気がして、で自分としてもあんまり面白い展示とは思えなかったのが最初にあったから、でもあんまり言うのもな、俺も出してるしなと思ってたんだけど、言ってみようと思って仕掛けてみたんですね。なんかそれが結局、うん、意外とみんなツイッターを見ていないというか、やっていない人とかもいて、うん、なんかすごい遅かったんですよね、2日後とかに気づいて、うん、すごい、だからこのリアクションの時間の差みたいなのが、うん、だんだんすごい難しくなってきてるのかな、うん、というのは、なんかその表明のしづらさというか、逆にでも僕はすごいリアクションあるなと思ったんですよ、勝手に夜飲んでてつぶやいたことだったから、すげえみんなやっぱ結構モヤモヤしてたんじゃないみたいな、酒の絵文字がついてた、そうそう、結構モヤモヤしてたんじゃないかなこの展示にっていうのは感じ、でもちょっと言い出せない空気もなんかあったから、なんでだろう、それは分かんないけど、まあ、戦争ってセンシティブな問題であり、まあ、こんだけ大勢の作家が出してるっていうこともあり、別に同じ出展者 の批判とかを本当はしたくないからね、あんまり言いたくないからっていうのもあったんですけど、なんか、うん、まあいいや、その話は笹山さんとも前半にできたんで、うん、まあそんな感じだと思います。あ、じゃあ、お兄さん、はい、あ、ザッサラからお兄さん、すいません、さっき、はい、どうぞ、はい、すみません、さっきまでちょっと隣の部屋にいて聞こえなかったので、もしかしたらもう説明されてるのかもしれないんですけど、笹山さんにお伺いしたい、そこの絵 ですよね。で、この絵はナショナリティをすごく強く感じるんですけれども、一方でそのなんかそれを裏で操っているなんていうんですか、ね、資本主義的なもの、軍産複合体と言っていいと思うんですけど、例えばその三島由紀夫の額のこう三菱重工のマークでしたりとか、なんか元々の絵には国旗の絵っておられた鶴があるんですけども、その国旗みたいなものが全部なくなってしまった後の鶴がなんか人を吊るしているか何かの
絵を描いていらっしゃっているように見えます。そのなんかナショナリティを強くその打ち出すんですけれども、なんかそれを本音化すことによってあえてそのより強い何かの存在を示唆しているような風に僕は感じています。であのこれについて笹山さんがそういうふうに示していらっしゃるのかどうかというのをお伺いしたいです。あともう一つ、仮にそうであれば、ちょっとそれについて何も言葉としてはおっしゃっていないので、それは意図があるのかどうかということもお伺いしたいです。すみません、ちょっと聞こえづらい状況になってまして、ナショナリティに関しての表し方ですかね、この質問に関して、ね、三島を扱うとか、うんうん、あ、いえ、ナショナリティは感じましたが、その裏に、はい、何でしょう、兵器産業とかそういったものの存在を示唆されているのかどうかという質問です。ちょっとごめん、今ね、ナショナリティは表面的には見えるけど、はい、もちろん。しかし、その裏に軍産複合体的な兵器産業や、そういう、まあ、経済的な面とか、戦争ビジネス的なものも含意しているのかという質問です。ちょっとそこまで実は私考えてなくて、ただ三菱工業っていうのはね、自分の仕事先で三菱の工場の警備員をちょっとやってたことがあって、まあ、そういうなんか自分の生活の中から見てる日本人の、まあ、たくましさっていうかですね、警備員ってすごくそういう工事現場とか工場とか、そういう何かそのね、裏で日本を支えてる人たちと一緒に仕事してきたっていう部分が今の私のこうちょっと受け入れ化した考え方にもつながってくるんですけれども、そういう部分をまあ表したかったということで、まあ、日の丸、まあ、日の丸も三菱のマークも私の中で同じものでもありますので、そういったまあ自分の、ね、環境の中から出てきたものであるという、ことで解釈していただければいいと思います。ありがとうございました。すみません、はい、じゃあ最後一方くらい、じゃあ、はい、ちょっと型破りなんですけど、展示今回初めて初めて来ました。見る前からお話できればいいなって思ってて、見る前に作った文章をちょっとお話できればなと思ってます。笹山さんにっていうこと。はいはい、あ、聞こえない。笹山さんにっていうことで、笹山さんにっていうのもあるかもしれない、はい、ここの作品っていうよりかは比較に対して、はい、多分こういう感じになるんだろうなっていうのをちょっと予想して、うん、文章を見る前に書いてきた文章、はい、あ、私のステートメントの話ですか。展覧会の趣旨っていうか、あ、いや、もう書かれてるんですよね。はい、じゃあどうぞお読みください。はい、まず戦争っていうテーマをこういうふうに大々的に扱えて本当羨ましいです。でその最終的な外交手段の一つである戦争をっていう企画で展示してますけども、これはイコール政治を扱うっていうことになるんじゃないかっていうのを予想していました。なので本企画はざっくり政治に反応した企画展だと思っています。そして時代の要請を感じ取り企画された展示であるとも思っています。そして、ゆりかごの中から見た視点で構成された企画であるとも思っています。なので企画のその全体として空気感を表出させるという点に落ち着くのも納得がいきます。普段政治や宗教を公で語ることにつかからず抵抗がある方が多いと思います。普段直接語ることに少なからず抵抗があるのに、あくまでもどこまで行ってもアート活動であるという庇護のもとに使
少なからず非語を覚えることや接続のしづらさがあってもアートに変換するといろんな作品の提言が出てきたりディスカッションできたりする。これはアートが政治を語るのに適合しやすい。宗教にあっては言うまでもないですが、アートが政治や宗教が持っている力の提示に最も適合しやすいという証明なのかもしれません。ちょっと緊張します。これ見る前にちょっとあとどんくらいですか。でですね、あ、大丈夫、はい、大丈夫です。そうやって政治に反応したという見方で串刺しにすることで日本が辿ってきたこのジャンルに対するスペクタルな視点が見えてくると思います。ただ私たちがやっている芸術の枠組みはあの71年前の圧倒的勝利のセオリーというかルールで成り立っていて、何も芸術に限った話ではなく、激しい言い方をすれば文化的民族浄化です。ですのでスペクタルといっても71年前が起点になります。今現在を主体としている見方で限りという条件がつきますが、これは絶対です。もう少し過去の時点を主体とした見方だとペリーの外交がその起点だという見方もあります。今現在来ているこの時代を共有している人が見えているであろうあらゆるジャンルのスペクタルはあの71年前が起点になっていることに気がつくと思います。不謹慎かもしれませんが 3.11 歳もそう言えるかもしれません。勝手にサブタイトルをつけるとすると文化的民族浄化完了後の世界現在戦争が点です。で、あの中山郁美さんの作品すごく好きで、あの皆さんが知っているあの圧倒的勝者にあったあのアーティストはあの歴史を勉強する大切さを本の中でも実際の現場でもおっしゃっているんですが、アートの世界を遡るさんにその方がある歴史の時点に注目していることはこれを証明していると言えると思っています。歴史のある時点というのは大国が圧倒的勝者となって以降を指しているということを注目すべき点です。戦争という冠をなす企画のトークイベントである以上、これあのトークイベント聞く前にあの書いてますけど、ここに焦点を当てずに掘り下げていくのは本当にもったいない。これは見る側、鑑賞者側の責任としてきちんとこの企画に反応したいと思っているからです。今現状私たちのこれに対する空気感ってこういう感じの空気だよねという空気感の提示で終わらないことを願います。誰も知らないと思うんですけど、私あのいい戦争を考えるという企画をシリアに赴いた方を招きして2014年にあの地元で行いました。で、ある事情といいますか、今は思えば何ともない圧力でしたが、それがあって以降あのいい戦争を考える企画の告知や宣伝は一切できませんでした。あのゆりかごの中でしか語れないことがあるということです。こういう展示をすることイコール政治何かその主張をしてくださいとかそういうあれではなく、言葉で何かこう企画をするときにそのアンデパンダに対する何かこう否定ではないですけども、そういう視点があるのはすごくうなずけるんですけども、これがこの時代のリアリティの戦争がアンデパンダでしか表すことができないっていうのがあります。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい失礼します。はい、ありがとうございます。多分実感がですねそろそろ迫っているので一度ここで切り上げさせていただきます。で
それ以上にまあ質問であったりあの議論がある方は多分笹山さんまだここにいますかね。いますかね。いるんであれば僕はずっと言います。はい、ここに笹山さんはいてくれそうなのでぜひ向き合ってお話ししてください。今日はあのはい、あ最後じゃあ告知があれば。はい、告知なんですけど10月6日からなお中村っていうところでイスラエルから来たコロッケっていう展示をやるのでちょっとよかったらあのカリチラそこにも私持ってるのでよろしくお願いします。高円寺ですね、なお中村。はい、他に何か展示や何か あと、あの、はい、言論カオスランチの新芸術校生2期生は現在募集中です。あ新芸術校ね。はい、で、あのチラシがあの受付に置いてあるのでまあ、 あの手に取るだけでもよろしくお願いします。あと、まあ、カオスランジとして、次いわきでまた今年も展示を予定していて、うん、まあなんかまだなんかサイトとかね作ってるっぽいけど、うん、9月17日からの来月ですね、まあ、そうですね、うん、土日祝日を中心として、展示がある予定なので、まあよかったら今のうち準備というか皆さん覚悟をしてるので、ね、ぜひ、はい、よろしくお願いします。17日からです。9月17日からあと1ヶ月ないぐらいですね。そうですね、はい、僕も出しますんで新作を。そうなんです、カオスランジ初参加で中島君も参加します、はい、お願いします。まああともろもろカオスランジいろいろ展示があるんでよかったらツイッターとかチェックしてください。ということで大丈夫でしょうか。あ、告知させてはい、どうぞ。あの私もですね、もうあのご存知の方いるかもしれないですけども、あの辻崎清隆さんという、主体写真家の方とですね、メキシコ主体合宿というちょっと前代未聞のプロジェクトをやっておりまして、で、あのクラウドファンディングであのお金をちょっと皆さんから集めようということで、今年に入ってずっとやってまして、今半分以上集まっているんですが、まあ、目標金額にはまだ達していないので、今月いっぱいちょっと募集しておりますので、詳しくはあのポストカード、テーブルのカウンターの方に、置いてありますので、あのぜひ皆さんあのお二人にとって、関心があればぜひぜひあの5000円でも1万円でもあのお金を、いただければなと思います。お願いします。はい、はい、じゃあ長時間ありがとうございました。ありがとうございました。